北北陸三河郷土館や、奥三河総合センターがある北下下町組川は、北郡北旧三河国北東部の山間部を指す、地理的概念である。奥三河が指す範囲は明確ではなく、曖昧な概念であるとされる。北北郡を、奥三河の中心とすることには、異論がないとされる。中世には、現在の北北郡北部までが、鴨茂群であり、 また現在の新城市中心部も下ラ軍だった。今川市、徳川市の資料によると、室町、戦国時代には、三河国厚見軍が奥軍と呼ばれていた。下ラ軍が奥三河であるという主張は、近年になって造作されたものとされる。奥三河の古称が初めて文献に言及されるのは、1900年に奥三河同人市文学館から刊行された、衣とされ、 この文献では、豊田市の中心部である衣を指していた。天竜奥三河国定公園の指定以降、東三河側の南北下良郡のみを、奥三河と称するという主張がなされるようになった。これに対して、西三河側では、新城市、北下良郡との区別のため、北三河の名称を使う団体が出始めている。奥三河はかつて、鴨郡や下良郡と呼ばれた地域であり、 平安時代から高橋新城、したらそうとして、荘園開発がなされ、境川が境界になっていた。16世紀まで、現在の長野県根場村は、品濃国ではなく奥、三河鴨群であった。戦国時代末期、徳川市の三河家臣団の内参加三上方州の本拠とした地域である。伝統的に農業、林業が盛んな地域であるが、 平地に乏しいため零細規模の農家が多い。設楽町ではかつて木炭加工も盛んに行われた。近年では、飛鳥町の高ランや新城市の蓬来寺山、湯野や温泉など自然を活用した観光業にも力が注がれている。名物としては、五平餅や鮎の塩焼きなどの他に、山菜料理や味噌田楽などがある。ありがとうございます。